冴えない予備校生の僕、間宮雄一の生活が激変したのは父誠一の突然の再婚だった。再婚相手の美冬さん、美冬さんの長女の夏希ちゃん、次女の明葉ちゃん、僕にはいきなり母と二人の妹ができてしまった。さらには再婚したばかりというのに父は長期海外出張で家を出てしまい、会ったばかりの母と妹二人との生活を余儀なくされた。美冬さん、夏希ちゃん、明葉ちゃんとの生活は案の定ギクシャクしたものだったが、これまでほとんど一人で生活してきた僕は、新しく家族ができたことがただただ嬉しかった。僕はこの人たちと本当の家族になりたいと思った。美冬さん。美冬さんは僕に見られれば見られるほど体が熱くなって気持ちよくなっていきます。大丈夫、僕たちは親子同士ですから何も恥ずかしくないんですよ。どうして。おかえり、夏希ちゃん。いつものように僕に体を見せて。私見ちゃったんです。お母さんとお姉ちゃんと、お母さんやお姉ちゃんと海雄一さんがするの普通じゃないです。こんなのおかしい、家族じゃないよ。アキハちゃん。はい。あれは僕たちが家族として仲良くやっていくために必要なことなんだ。当たり前のこと。私もその家族の絆強くした方がいいですよね。はい、家族の絆をもっともっと深めましょう。